P&G プレステージ合同会社は P&G ジャパンの関連主会社で日本において SK2 の化粧品の販売などを行っている企業。1953年、米国の化粧品メーカーだったマックスファクターが日本法人としてマックスファクター株式会社を東京で設立した。1991年にマックスファクターが P&G の参加となり、 その際に日本本社を神戸市に移した。1994年、同じく P&G 参加となっていた、プロクターギャンブルヘルスケア株式会社を吸収合併した。その際、P&G ヘルスケアは、社内カンパニー制によって、マックスファクターの P&G ヘルスケア事業部となり、同社が P&G の日本における大衆役事業も手掛けるようになった。 ちなみにマックスファクターが吸収合併した P&G ヘルスケアの全身会社にあたる日本 VX は、米国の製薬会社、リチャードソン VX 社と日本の伊藤忠商事との共同で設立された医薬品会社で、本社は大阪市、三重県鈴鹿市に工場があった。日本 VX は1985年に P&G 参加になり、3年後の1988年に、 P&G ヘルスケアに社名変更している。2002年に P&G が対象製薬や強輪製薬などに大衆薬事業を売却し、日本での大衆薬事業から完全に撤退、P&G ヘルスケア事業部を廃止した。なお、日本以外の P&G における大衆薬事業はクレアラシルを除いて引き続き行われている。2006年、 会社法志行で新たに誕生した会社形態である合同会社に改組され p g マックスファクター合同会社に社名変更した。2015年7月 P&G がマックスファクターブランドを他の43ブランドと一緒に125億ドルでコティニ売却。日本法人も2016年8月に P&G プレステージ合同会社へ社名変更した。 現在は SK2 の販売が事業の中心となっているマックスファクターヒットをスポンサーのみ P&G ヘルスケアになってからは P&G 提供番組内で CM を放送する形となったなどのテレビ番組に提供していたありがとうございます